はい、こんにちは。今日は2020年の11月の19日になります。先ほどのですね、シャープのニュースリリースを見てみましょう。こちらですね、シムフリースマートフォンアクオステンス4を発売というニュースリリースです。やっとですね、キャリア版にこだわらないシムフリー版が出ます。4570mAh の大容量バッテリーと移動液晶ディスプレイの省エネ性能により1週間の電池持ちを実現して、高性能 CPU を採用し、投射比で処理能力 2.2 倍、 DSDV にも対応したモデルです。こちらですね、シャープは1週間の電池持ちを実現したスタンダードシリーズのスマートフォンアクオステンス4のシムフリーモデルを本年11月27日より順に発売しますと。本機はスマートフォンアクオス史上最大となる 4570mAh の大容量バッテリーと省エネ性能に優れた約 5.8 インチの移動液晶ディスプレイを搭載、1週間の電池持ちを実現しました。CPU には高性能のクアルコムスナップドラゴンの 720G を採用してまして、従来比モデルのですね、約 2.2 倍の性能向上となっています。さらにですね、2枚の SIM カードを使用することができる DSDV に対応して2回線の LTE を利用できます。でメインカメラはですね、標準広角望遠3つの3カメですね、3カメ構成ですね、こちら使いやすい構成だと思います。標準で広い範囲を撮れる広角、それからちょっと遠くも撮れる望遠、この構成でちょうどですね、ドコモ版のセンス4、アクオステンス4と同じですね、構成となっています。キャリア契約がなくてもですね、 SIM フリー版であればお好きなですね、キャリアあるいは格安 SIM をですね、組み合わせて使うことができます。これが一番大きいですね。SIM フリーでいろいろ使い分けたい方にとってはベストな選択肢かと思います。特徴ですが、こう大容量バッテリーを搭載、それから 5.8 インチの移動液晶、この省エネ性能で1週間の電池持ちを実現しています。特にですね、このスナップドラゴンの720で処理性能はもう 2.2 倍に従来比のアクオスより上がっております。さらにですね、SIM フリー版として2枚の SIM カードを利用できるですね、 DSDV に対応して2回線 LTE を利用できます。この他ですね、指紋センサーを数秒し続けることで決済アプリを起動できる Pay トリガーや、スクロールオート、クリップナウ、簡単モードの便利な機能も実現しています。カラーバリはですね、このライトカッパー、シルバー、ブラック、3色展開ですね。で主な仕様はドコモ版のですね、アクオステンス4と、並んでおります。ラムは4ギガ、ロム64ギガのモデルです。カメラはですね、標準カメラが1200万画素、広角カメラも1200万画素、それから望遠が800万画素、インカメが800万画素ですね。これも、仕様は並んでおります。Wi-Fi は2.4GHz、それから 5GHz、両方とも対応で、Bluetooth はバージョン 5.1 ですから、これも遅延がなく利用できると思います。で、お財布携帯にも、当然対応しています。で、防水にも対応してますから、まあ、全部入りのミドルスペック、これは結構ヒットしそうな感じですね。SIM フリー版です。 SIM フリースマートフォンアクオステンス4が出ますという、シャープからの発表がありましたので、皆さん、どうされますでしょうかね。いろんな今回アクオステンス4シリーズも、たくさん出て、大体出揃ってきましたね。この後、アクオステンス4プラスが楽天から出ると大体出揃うということになります。はい、お好きなものをお選びください。